山口義則知事が24日九州電力玄海原発3号機と4号機の再稼働について同意を表明しました。以上申し上げました通り、玄海原子力発電所3、4号機の再稼働につきましては先行権を参考にしながらも、それに加え本県独自の取り組みとして原子力発電所から30キロ圏にとどまらず県内全域を対象とした県民説明会の開催や県内の全市町長から意見を聞くなど丁寧かつ慎重に進めてきたと考えています。このようなプロセスでいただいたさまざまなご意見、国及び事業者から示された方針や姿勢、そして何よりも県議会の決議などを総合的に勘案し、今回の再稼働については原子力発電に頼らない社会を目指すという強い思いを持ちつつ、現状においてはやむを得ないとの判断をいたしました。終わりに、再稼働の判断につきましては私も心の底から悩み抜き、熟慮に熟慮を重ねてまいりました。原子力発電につきましては福島原発事故のことが頭から離れません。先日福島第一原子力発電所に赴いた時も水素爆発で折れ曲がった原子炉建屋の鉄骨、大規模な津波で変形したまま放置されたタンク、日々発生する汚染水などを直に確認し現場の方々のご労苦を目の当たりにしました。また今もなお避難を余儀なくされた多くの方々が愛する我が家に戻ることができない日々が続いています。あのような事故は二度とあってはならないという強い思いが私の胸の内に深く深く刻まれております。こうした福島の状況は広く県民の皆様も知るところでありまして、原子力発電というものに対して大きな不安や疑問を持たれることはむしろ当然であり自然なことだと思います。私も原子力発電に頼らない再生可能エネルギーを中心とした社会を実現できればこれほど素晴らしいことはないと思っています。佐賀県は海洋エネルギーやバイオマスをはじめ再生可能エネルギーの導入促進に向けて全力で取り組んでいるところであり、今後も私が先頭に立ってこの取り組みをさらに加速させていきたいと考えています。しかしながら再生可能エネルギーはその安定供給に課題があり、エネルギー自給の観点で考えると現時点においては一定程度原子力発電に頼らざるを得ない状況と考えています。1号機には廃炉の決定がなされたところですが、さらに再生可能エネルギーへのシフトが進んでいったとしても原子炉の運転が止まり廃止措置がすべて終了するまで何十年もの長きにわたり、我々は否応なくこの玄海原子力発電所とともに日々の生活を続けていかなくてはなりません。もし仮に今新たに原子力発電所を作るという判断を求められたとしても私は決して同意するつもりはありません。しかし私が愛する佐賀県には現に玄海原子力発電所が存在しています。来るべき再生可能エネルギーが主役となる時代を迎えるまでの間、原子力発電所を安全に維持管理するための技術や知見をどのように継承していくのか、そうしたことにも思いを巡らせながらさまざまな観点から総合的に考え悩み抜いた末、今回の結論に達しました。玄海原子力発電所が最初に稼働してから今年で40年余り、これからも廃止措置を含めて非常に長い年月にわたり関わり続けなければなりません。このため私は原発立地県の知事として県民の安全を何よりも大切に、玄海原子力発電所と真摯に向き合い続けていくことをここで改めて県民の皆様にお誓い申し上げます。再稼働をめぐっては九州電力が2013年7月に原子力規制委員会へ適合性審査を申請、今年1月18日に審査合格、
2日後の1月20日には国が佐賀県と玄海町に再稼働の政府方針を伝達しました。立地自治体の玄海町は3月7日に岸本秀夫町長が同意を表明、佐賀県議会は4月13日に再稼働容認の決議を可決していました。また今月22日には世耕弘成経済産業大臣が玄海原発を視察し、山口知事と会談しました。現在原子力規制委員会による工事計画などの審査が残っており、再稼働は今年の秋以降になる見通しです。